チャールズ・アンドリュース・ロックウッドは、アメリカ合衆国の海軍軍人。最終階級は中将。太平洋艦隊潜水艦部隊司令官。彼の考案した戦術と育てた部隊、サイレントサービスは、アメリカ軍の太平洋の勝利に、大いに貢献した。1890年5月6日、バージニア州ミッドランドで生まれる。1912年アメリカ海軍兵学校を卒業。 戦艦ミシシッピー、アーカンソーに乗り組み、1914年9月潜水艦勤務、1939年6月米、艦隊潜水艦部隊参謀長に着任、巡洋艦リッチモンドに座上した、1941年2月ロンドンの海軍駐在部艦として派遣される、1941年12月太平洋、戦争海戦、 1942年5月少々に昇進。南西太平洋における潜水艦部隊の司令官として西オーストラリアに着任した。また7月まで西オーストラリア州に本拠を置く連合海軍部隊の司令官を兼任。ロックウッドは1942年6月20日から1ヶ月マーク14型魚雷の改良のための 実戦用魚雷を用いた実験を行い上層部にデータを送った。ワシントン DC に乗り込んだり、マーク14型魚雷の支援者である、ラルフ・アード・クリスティ提督と争うこともあった。この魚雷は命中しても爆発しない、目標のはるか手前で爆発する、構想が不安定であるため、潜水艦隊は1942年から1943年の、 前半まで戦果を上げられず、悩まされ、ついには、潜水艦艦長2名が、艦隊司令部に怒鳴り込む事態にまで発展している。1943年後半に至って、マーク18型魚雷として、ようやく改良された。1943年2月太平洋、艦隊潜水艦部隊司令官ロバート・ H イングリッシュ少将が、 カリフォルニア州の飛行機事故で死亡したため、ロックウッドは公認として太平洋艦隊潜水艦部隊司令官としてハワイに着任する。1943年10月中旬に昇進。ロックウッドの潜水艦部隊、サイレントサービスはアメリカの勝利に大いに貢献した。ガトウ級、バラオ級、天地級などの新型潜水艦と新人士艦。 新兵の導入を監督し、S 級のような旧型の潜水艦は、第一線から引退させ、練習艦、またはスクラップとして処分するため、アメリカ本土に送り返した。また、太平洋艦隊の潜水艦基地も移動させ、サイパン、グアム、アドミラルティ諸島、スービック湾、フィリピンへと潜水艦、潜水母艦の基地を展開した。これによって、アメリカの潜水艦は、 紹介に際して、長期間の後悔を強いられることがなくなり、日本の補給船への攻撃を強化することができた。加藤級潜水艦、和風艦長を技術畑出身のケネディ少佐から、潜水艦乗りとして、信望を集めていたダドリー・ W ・モートン中佐に、交代させるなど、従来の意識の低いアメリカ潜水艦艦長、上院を若く闘争心のある艦長、 乗員に入れ替えた。乗員の待遇改善も進め、任務から帰還した潜水艦乗りたちに充実した休暇を提供するため、ロイヤルハワイアンを開放し、航海中の食事も、行くのナや、アイスクリームを提供した。アイスクリーム製造機が故障した潜水艦は出撃を禁じたという話もある。75隻の潜水艦が、 太平洋で活動を開始し1944年だけで、商船584隻、計245万1914トンを撃沈した。以降は撃沈する対象すらなくなった。これは、日本の海上護衛は、定期的に商船の位置、状況、護衛法などを、同じ暗号で知らせるように指導していたため、アメリカは、 暗号解読に成功してその情報を利用し潜水艦作戦を行ったためである。ロックウッドは通信情報が潜水艦作戦の成功に極めて重要な役割を果たしたと断言できる。これらの情報がなければはるかに多数の潜水艦がなければ広大な太平洋をカバーできなかった。敵の嫌い腹に関連する情報が完璧だったため敵が不設した。 防御嫌い腹は敵よりもむしろ我が軍に役立った。日本の艦船は狭い水路を航行せねばならず発見、撃沈が容易になった。我が方の潜水艦の助かった数と撃沈数から計り知れない価値があったと語っている。ロックウッドは太平洋の戦火で海軍主勲章を3度除勲し、またレジオン・オブ・メリットも除勲した。 1947年に退役し、以後は、海軍の歴史に関する著書を執筆した。1967年6月7日に、カリフォルニア州のロスガトスで死去。墓所は、カリフォルニア州サンブルーノのゴールデンゲート国立墓地に、彼の妻や、チェスターにミッツ、レーモンドスプルーアンス、リッチモンド系ターナーらと並んで埋葬されている。ノックス級フリゲートのロックウッドは、 彼の名前にあやかって命名された。ありがとうございます。